明治初期の岩井軍の範囲領番は旧岩井軍を指す地域名。岩井軍は分割前の道の区国中部にあった軍。近世は仙台半領と一ノ関半領に属し、明治以降は陸中国、一ノ関県、水沢県、岩井県、岩手県に属した。1878年に西岩井軍と東岩井軍に分割されて岩井軍は消滅したが、 両者を合わせて、両番との故障が生まれた。現在は、岩井軍よりも、両番の方が統治を指す名称として、一般的である。平成の大合併において、一関市を中心に、両番地区合併協議会が設置され、全域での合併協議が行われた。欧州藤原市の拠点であり、平安時代末期には、平安系に次ぐ日本第二の都市であった。 平泉の名を取って平泉市となる予定であったが、名称に関わる裏取引が発覚して合併協議は破綻した。その後、一関市を中心とした合併がなされて、両番のほとんどが一関市となり、平泉町と藤沢町が、各々単独調整の道を選んだ。当初一関市との交流を望んでいた藤沢町は、財政上の問題がクリアされ、改めて、 一ノ関市に交流している。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照島地域の都市雇用圏の変遷は以下のようになっている。一ノ関市が平泉町と定住自立圏形成協定を2013年に結び、一ノ関平泉定住自立圏を形成している。ありがとうございます。